本日は、デカハゼを狙ってみます。ニューアイテム。波継ぎ竿を買いました。ほら。しかも、2本。しかも、配線すなさを。ピンクはダチャいと思います。はぁ？こうすれば、大丈夫。どっちも、ハイセンスでしょ？そうだね。かっこいい。それでは、ハゼ釣り開始。重りを浮かします。うざいよー。移動する。それでは、ハゼ釣り再開。全く当たりがないな。あっち。ちなみに、この竿は、無難な黒も売ってたぞ。ハゲたか？頭の羽毛がない。何があった？沼秩父。ハゼは一匹釣れるか釣れないかだな。タコ釣りをした方がいいと思う。ハゼ一匹とタコ一匹なら、タコ一匹の方が嬉しいです。バラバラにした。ウルメイワシが回遊してる。イワシを釣りたいけど、すぐ真っ暗になる。タコを狙います。イワシは数日後に釣る。今日はタコ釣りに集中します。釣れそうもないぞ。このままだと、非常にやばい。カサゴも狙っとく。
今回はノーマルカラーバージョン。と見せかけて。やっぱり、ハイセンス。大本命はタコです。ゴンちゃんか。タコは、ただ引きでも釣れるみたいです。なんかヒット。ワカメの根っこ。うおおおお。これ、でかいぞ。なに？あ、バレた。なんだったの？大きいフグだな。ハリスを噛み切られてる。久しぶりに島に行ってみる。夏に来た時は全然釣れなかったけど、今は釣れまくるかもしれない。ノーマルカラーバージョンです。大本命はスダコです。ハゼ釣りを続けとけばよかったな。夜は白系が良さそう。
やったー。舞子が釣ったタコです。眉間に尖ったものを刺して締めます。塩もみでぬめりを取りました。塩茹でします。三浦大根のピクルスも作ってみる。まろやかす。もう、良さそう。まろやかす、でつけます。タコは大根と一緒につけたら、柔らかくなるのかな。丸一日漬け込んでみます。スライスします。酢だこは、スライスした方が美味しいです。まずは、三浦大根の、まろやか酢漬け。お。これは、べったら漬けだな。類似性 90% 以上です。なぜ？いよいよ、タコのまろやか酢漬けです。お。これは、まさかの、塩の入れすぎ。少ししょっぱいです。まあ、塩味抜きでも微妙だな。全然酸味がない。これは、酢だこじゃないです。タコは大根とつけると、柔らかくなるの？柔らかくならない？精神を集中させて、硬さを比べてみます。硬さの差、なし。ご視聴ありがとうございます。まろやか酢、で漬けたタコは、美味しいですが、全然、酢だこじゃないです。酢だこを作るのなら、ダイソーの寿司酢をおすすめします。いいねをお願いします。